おはようございます、11月19日金曜日。あれ何にも映ってへんやん。ちょっと温度も何にも出へん。あれまあいいや、今日大潮の2やね。5時52分。もう飲ませは5時半ぐらいから入れてる。ちょっと休憩してた。今日は左マグナムさん、自分右グリップさんの3人で青物調査で、なんか昨日南のプールがすごかったらしいけど、今日はこっちに来てるかもしれんで。潮全然動いてないわ。満潮が7時やったかな。今から1時間ちょっと勝負やで。ちょっとなんで温度とか出えへんの。まあいいや。はい、今日も佐渡市の餌行こうか。 G コントロール、グリップさんも G コンのあのゴールドブラなんやらいうピンク系の投げてるわ。マグナムさん何投げてんすか。ジーコン色なんすか。あ、ブルピン投げてるらしい。ジーコン 3人ともジーコンや。ジャクソンマテリアル。さあ投げるで。ういや、するかな。はい、6時、ドキドキタイムスタート。なんぜか県外で時計も温度も出えへん。まあいいや、荒れてないしいい感じよ。寒くもない、そよ風程度、そよ風程度で。さあ誰が一番や、誰が一番かな。お、早っ。お、右ヒットやで。右来た。グリップさんの隣の人。お、出たやん。10度の東北東2やって。お、ハマち上がったって。8分。お、でかいな。目白やね。でかいでかい、目白やわ。60ぐらいあるで。目白上がった。ルアー何やったんやろな。続かないですね。意外やな。続かないぞ。13分。あの一本で終わり？続けへんやん。お、来た！来た。おー、やった！グリップさん来た。13分。はい、ジーコンですよ。グリーンです、グリーン。イワシから。来た。はい、わかります。ちょっと待ってくださいよ。投げたとこやった。耐えてくださいね。左も来た。よし、ちょっと待ってくださいよ。よ。でかいですか。いや、そこまで。はい。跳ねんくてよかった。ありがとうございます。おめでとうございます。やったー。まあまああるじゃないですか。ありますね。70超えてんちゃうんす。ね。でかいでかい、ほら。やった。サワラでかいよ。70超えてるわね。左はバレたっぽい。あれ、ドキドキタイムスタートって言ったかな。言ったよな。もう6時18分今2本上がった。サワラ、グリップさんのサワラとその隣の人のメジロ、左はバレたみたい。グリップさん投げてないから、あっち行ってみようか。グリップさんがいてないからここでやったら。飲ませの味いかずにそっち行きましたね。昨日無理して3人目で勝ったんですよ。このあのヒットルはあったの。はい。あれ。おお。22分や。止まったな。サワラから止まったな。
やっぱりそのカラーが効くんすかね、さっきの。変えようかな、持ってるから。カゴシの餌って書いてんやから食ってきてもいいもんやけどさ餌じゃないんかな、これカゴシついてるからやつもんね。ねえ、ドンドンドンって続けへんな。26分ゴソゴソしてたら右の一番端かかってるわ。さあ、変える、変えるで、これやで。取るわ。 G コントロール28ゴールドクラウン、これやで。あのグリップさんが連日サワラあげてるやつ、これにしよう。最初からこれにあげとけばよかった。てか全然反応ないな。痛い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 。行こう、ゴールドクラウン、クラウン G コントロール行くで。釣らな、潮止まりまでに釣らな。まだかかった？うおぉ、なんでや、グリップさんの隣の人も2本目や、まだかかったで。いつもの自分のポジション、さっき入ってた人、2本目。あ、バレた。バレたわ。バレた。次の人、バイブレーションや。メジロ釣って今バラした人。ちょっとバイブレーションで沈めてそうやったから深場ちょっと狙うのに、セットアップはブルピン行ってみよう。何時や、33分。おお、左の目の前でほらシラス漁やってるわ。あ、抜けた抜けたー、釣ってきたのに。バレた。35分、釣ってきたで。おったで、バレた。もう乗っかり乗ってバレた。くそ、乗ったのにバレた。めっ、もうグイ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 って引かれましたよ。くそー、バレた。じゃあもうみんなジグ投げてるし、詳細当たりないからジグ行こう。何やったっけ、メタルジャック、ゼブライワシ、60g。7時や。4本パタパタパタって上がってから、ピタッと止まってくるや。おぉ、巻いとこ。マグナムさん来たで。ボトム?キャキャキャー、よう引いてるで。7時3分。自分だけ坊主になったで、ほら、真ん中におって。自分だけ坊主やね。おー、来た。おー、来た。おー、でかい。え、釣れてる？釣れてます？え、食ってるでしょ、ちゃんと。入った。口で食ってんじゃんか。口で食ってるでしょ。もうちっこいからな、ちゃんと食ってんの。ああ、6。あ、ほんまや、めっちゃちっちゃいわ。うん、おお、ほんまや。ほぼボトム？うん。ボトム。おめでとうございます。やりましたね。うん、ジグでかすぎんのか。これ行こうか。ランガンジグ、ケイムラ。40g。のわせっこは当たりないな。どういうこっちゃ。やばい、自分だけ坊主。今日なんか比較的遠いですよね。近くに寄ってないですね。だからのわせ全然届いてないですよ、多分。お、重たいわ、TG。タングステン 40g。もらいもんやって、これ。これでメジロかけたんやて。すごいな。これ2投目？あれに変えて2投目できたって。そういえば僕セットアッパーに変えて2投目でドーンってきました。バレたけど。なんでバレるんや？手に刺さってあんだけちいてんのになんでバレるん？おはようございます。
面白い質問ですね。おはようございます、言うただけやん。え、トイレに刺さって、なんかトイレに刺さってなんとかって書いてあるな。今日は気分変えて焼き鮭ハラミ、朝と昼は焼き魚食えるようになって、アレルギー出えへんのか。夜は酒飲んでるから怖いからやってないけど、もうこんな時間や、7時35分。渋いね、自分だけ坊主やな。え、乗ったんすか。うお、あ、もうほら表層で、うお、飯食い出したらマグナムさん表層投げて着水すぐでヒットしたって。乗らなかった。フリーカスタもなんかブルピンみたいな。だで。あ、タモ入れした。お。42分。1本入った。遠いとこ左。6本目？うん、今ので6本目かな。今日。渋いね。飲ませけへんし、バラすし。自分だけ坊主や。ブリップさんがブリカスタムで当たりあったぜっていうからやってみる。ブルピン。ああ、キーさんいてたんすね。どこでやってたんすか。なんもないでしょ。昨日僕行ってもう終わってましたもん。こっちみんな3本ずつ上がりましたよ。いや嘘です。僕だけ坊主です。キーさん、ケイ君、何もなかった。いや、グリップさんも昨日稽古明日行くわ言うたんですよ、はいはい、けど僕の動画見てやめてこっち来てくる言うて。で、きっちり触らせてもらいましたからね。うわ、なったなっちゃった。終了や。やってもた。またし釣れへんかった。もう自分だけ、なんでやろう。1ヒットあったんやけど、バラシモーターセットアッパーで、あー、一番最初に暗い時間にヒットした人はもうバイブレーションやから、ちょっと今日は深いね。レンジが水面より2メーターぐらいのとこやろな、おったの。残念やわ。マグナムさんはタングステンで、もらいもんのタングステンで釣ってたで、ボトムでメジロ。グリップさんは、G コントロールのゴールドグラウンかなんかいうやつ、黄色いやつで、サワラ。自分だけ坊主、まあ、まだ釣れるやろって、いつも言ってるけど。はぁ、なかなか渋いね。もう11月の終わり、終盤やのにな。伸ばせば当たらんし。まあ、頑張ろう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ、また明日。